平尾台地図平尾台は、福岡県北東部に位置する北九州市小倉南区、行橋市、田川郡河原町、京都郡神田町、道宮湖町にまたがる、標高370から710メートル、台上面積約12平方キロメートルの結晶室石灰岩からなるカルスト台地である。ただし、東北部の一帯は、カルスト地帯ではなく、加工戦力岩からなる。 小倉南区の地名でもある。国の天然記念物に指定されている。標高はそこまで高くないが、気候は北九州市街地に比べると寒冷であり、年によっては4月でも降雪がある。平尾台の地形図用群、原の石灰岩柱線フッツ小乳道内部平尾台、自然観察センター最高峰は、 北九州市小倉南区の抜山でその周辺には400メートルから600メートル級の山が点在する。千仏商入道、目白道、押しュ道、清流屈などの商入道が点在し、大小のドリーネのあるカルスト地形が広がっている。日本三大カルストと呼ばれ、北九州国定公園に指定されている。景観が良く、北九州市下曽根地区、 神田町の工業地帯、行橋市中心部、中津市、山口県が一望でき、国崎半島や姫島、湯部岳、鶴見岳も見えることがある。半自然の草原景観を守るために、毎年3月頃に、野焼きが行われる。1977年3月25日に、行われた野焼きでは強風に煽られて前座に火が、周り、消防署員が巻き込まれ5人が殉職する事故も、 発生した。消火にあたっては、小倉中屯地の第40普通科連隊も出動した。地名としては、小倉南区新道寺、木下、一丸、小森、予部の、関井出浦、神田町屋、乗りまさじ、ゆくはしし戦物、内蔵、八山高木、福丸、徳永、入閣宮古町勝山上、八山勝山八山 勝山浦川内及び河原町斎道所と広い範囲にわたっている。中心となる北九州市では2003年2月に新道寺の一部に住居表示を実施し、平尾台1丁目から3丁目の町名を設定した。平尾台自然観察センター、平尾台自然の里といった入場無料の学習、行楽施設も作られており、ハイキング、ピクニックにも適した場所である。また、 抜山などの山は、登山にも適しており、北九州市を代表する観光地の一つである。毎年夏には、平尾台観光祭が行われ、東大野八幡神社によって観光者の安全を記念され、花火大会や催し物などが行われている。2010年4月18日、北九州、平尾台トレイルランニングレースが開催された。なお、コース設定は、 石川博樹が手掛けた。乗り合いタクシー、お出かけ交通が3月20日から11月30日までの土日祝日に限り運行されている。ありがとうございます。